マタヌスカス・シトナ軍はアメリカ合衆国アラスカ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は88,995人である。軍庁所在地はパーマーであり、軍内で人口最大の都市はワシラである。軍全体がアンカレッジ都市圏に属している。1964年に設立された。マタヌスカス・シトナ軍は マタヌスカ川とスシトナ川の全体が含まれるので、この文明が付けられた。これらの川は、軍の南境界であるクック入り江に注いでいる。アラスカ州でも数少ない農業地帯である。マタヌスカスシトナバレーマタヌスカスシトナ軍は、北緯62度24分、成経149度35分に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は25,260平方マイルであり、このうち陸地は24,682平方マイル、水域は578平方マイルで、水域率は2.29%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の学校はマタヌスカスシトナ軍教育学区が管轄している。 マタヌスカス・シトナ軍は1992年のアメリカ合衆国大統領選挙でロスペローを第一位にした合衆国でも数少ない軍の一つである。前の軍長は弁護士で歴史の教師でもアルタリス・コルバーグだった。コルバーグは2010年10月にマタヌスカス・シトナカレッジのディレクターになるために離職した。2011年時点の軍長はラリー・レビビスである。この軍は 強い軍マネージャーの形態を取っている。現在の軍マネージャーは、副マネージャーのエリザベス・グレーが代行している。長年勤めていた、ジョン・ダッフィが2010年に引退した。軍内には3の都市と25の国勢調査指定地域、及び2の未編入庁がある。ありがとうございます。